の国ナオトニック政府のユニセルロジです。いやお忙しい中すいません。いえいえ、ちょっとですね、私あの足場行くことになったんですけど、うん、すいません、あの現場でですね乗せていくのに、うん、束になってるのをまとめなきゃいけないんですよ、うん、番線使って番線でね、うん、いやうちもねその以前番線動画あるんですけど、ね、ちょっと画質がで、ね、ちょっと先輩に改めて番線の結び方を教えていただきたいなと思って今日来ていただきました。はい、わかりました。じゃあね、まあまあいろいろあるとは思いますけど、はい、ね、2つぐらいじゃあやり方をね紹介していきます。まず輪木を置いて、輪木の上に荷物をね、大体単管類が多いんですけど、芝とかだったらそんなに枠とかね、パンチとか杉板なんかもね巻くことがありますね。今回はねちょっと長さバラバラのものを用意しましたけども、本来ならね同じものをまとめていくことが正しい方法ですね。形になりますね。番線で巻いていきます。今回主役の番線、こちらねクリッパー、番線を締めていくね、締の、これ縛るものによってサイズ的にこれは二巻き半だねとか、これ一巻きでいけるねとかっていうのが分かってる人はいいんですけれど、初めてこう積むものとか数によって太さ変わりますのでね、長さ分からないと思うんです。おおよそこう当ててみて測ってもらってもいいですし、どちらかというとね短いより長い方がいいかなと思いますね。短いとねどうしても足りなくなって巻きづらくなるんで、よりはね長い方が巻きやすいかなと思います。まあ半分ぐらい、半巻きぐらいでちょっと使っていこうと思います。番線をね、はい、こう下から回してこういった状態ですね、ぐーっとこう狭めていきますよ。こう絞るって感じですね。でこう絞ってこうクロスしていくんですけれども、クロスしやすいところ、例えばねこの真ん中でクロスするのか端っこでクロスするのかっていうのはね人それぞれだと思うんですけど、後でこう絞りやすい位置、それで言ったらここの角ぐらいがいいかなと思います。そこの時にギュッとね、なるべくこう隙間をなくした状態でクロスしてください。こうですね、こう、あともうこれはね何回かやっていきます。来てこうですね、で右ハンドル、ね、時計回りですね、はい、そうですね、こう最初2回ぐらい回したらこの束にします、はい、シノをね、はい、上からこう当てます。当てそのシノをこうま、回すようにもう下の方でこう持つような感じイメージでいいと思います。でここからですね、ここからこう一回グッと上に上げてそこから回してください、ね、はい、この時にねこれが一緒にねいかれそうになるんで、ここは下でねしっかり持っておいてください、はい、そしてこう回しながらこれは上に上げてください、はい、こう回しながら上に上げてください、はい、上ですね。こういった感じを3回ぐらい繰り返すとここがね番線がギチギチに締まってます。絞っていったと思うんですけれど、まずねこれがね斜めになってたらまっすぐなろうとしてこうなるんで緩んでくるんですよね。だからもう最初からもうまっすぐな状態で締まってるかどうかっていうのがポイントです。2本こう出てると思うんですけれども、はい、こちらがね、今これちょうどいいぐらいの長さなんですけれども、長すぎるとねこうビヨーンって長く、残ると思うんですよ。で長く残ったものに対してはできればねもうグッとね下に巻くような感じでね、曲げといてください。見込みの時とかねこう、はい、こうなった状態でね、はい、こう歩くとねここ怪我しますんでね、はい、なのでねこれはね必ず下の方にグッと下ろしておいてください。やはりねこう巻きすぎちゃうと切れる可能性があるんですね。もうどんどん切れるまで巻いていきます。はい、こういった感じでねもう切れちゃいましたね。もう一個のね巻き方をやっていきたいと思います、はいはい、ちょっとやってみますね、はい、感じでこっちが右が長くてこっちが短いぐらいの感じでこう持ちます。はい、はい、そしてこちらの、番線を自分の親指にねこう巻きつけるような感じですかね、こういう感じ、もう片方のね番線をその上からかぶせるような感じですね、はい、こういった感じでねなんかちょっとこういった曲線ができると思います、はい、シノを当てていきます、はい、こっちの左手のこう持ったものをこうグッと中に入れ込みます。そうするとここにスペースができますよね。このままじゃあこのまま巻いていきますよ。回すのはこうぐるーっと回しながら最終的に上に、はい、ぐるっと回して上、ち
ち上げるイメージ。そうですね、ぐるっと下に回しながら最終的には上いう感じで締めていきます。はい、そうすると、このようにね、締まっていきますし、ここのね、なんかこうねじりができてますよね。こういうねじりができる方が、まあ、しっかり締まってるという、印なので、こういった状態になっていきます。もう残った番線は内側に折りたたんで、はい、ということで、今回は、番線の巻き方をね、はい、ちょっと紹介してまいりました。はいはい、はい、いろんな現場で使うんですよね、先輩。そうなんですね、はい、まあ、A 型バリケードとセットでね、単管とかよくありますし、はい、今回は単管でしたしけど、まあ、その他にもね、バラバラしそうな鋼材とかね、物と物を、結合するとかね、そういう時に、ね、番線とかね、使いますのでね、覚えておいて無駄なことはないかなと思いますね。なるほどです ね繰り返し見て私勉強したいと思いますぜひね、グッドボタンとね、チャンネル登録、あとツイッターの方もね、やってますんで、そちらの方もね、チェックよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。本日もご視聴ありがとうございました。新興産業では今後も新人ドライバーのための研修動画を作成していきます。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。